仕事をすごく仕事をすることになって本当に嬉しいです。なんていうかちょっとタフなんか可愛いタフなイメージを持っているし、本当に私にすごく優しい。完成された PV 早く見たいですね。やっぱり5人だけの PV じゃないし、そして倖田來未さん1人だけの PV じゃなくて。倖田さんと僕たち東方神起のバランスも良かったし、そしてまあ音楽だけでも聞いたらすぐ分かると思うんですが、本当に新しいジャンルになったと思います。テーマソングっていうのを元々いただいてまして、いろんなプライドだったり仕事だったり夢だったりいろんなことで戦うっていう、まあ本当にあの強いあの女性像っていうのをテーマに、まあ同じリズムゾーンである東方神起と、まあ人という強さみたいなものをなんか一緒にこう歌とダンスと体で、ね、歌と声と体で表現できればいいなと思って。光は蘇る永遠にセーフよ。やっぱ多分今回のプロモーションビデオのテーマっていうのはかなりこうなんていうんだろう、メタリックなというか、あの近未来なというか、リアルな世界観ではないというか、なんていうんですかね、かそういうバーチャルな世界観の、なんかこうプロモーションビデオになってまして、あんまりないんですよね、倖田來未以外にね。あのまあ監督とも話してて、なんかそういう、こう今までにない倖田來未を表現したいと言っていただきまして、で今回こういう風な形になりました。ちょっとかなり踊っているので、久々に汗びちょびちょで、すごいやっぱりこう、ああやっぱ倖田來未踊っていたいなと改めて感じたプロモーションビデオも